จะไปดึงเล่นที่ม่วงเก่าค่ะม่วงเก่าเปลี่ยนไปเป็นม่วงที่เก่าและทันสมัยค่ะちょっと本当にさ海外旅行来たみたいな感じになるね。いや旧市街やっぱいいね。旧市街がいい。見てて楽しいもん。そう。その旧市街にさ、もう麻生区から気軽に電車で来れるっていうのがすごくね。すごいね。10分、15分、15分ぐらいでしょ。三の用途駅ができて万々歳だね。万々歳だね。ありがとう。今から行くのがね、ファーナコン通り。初めて行く場所だね。うん。人気の通りなの？いや、わかんないけど、おしゃれな店がいっぱいある。へえ。なんかこういうあたりにさ、ホテル取ってもいいよね。うん、旅行できたら、うん、異国感、異国感がすごい。かき氷美味しそう。うん、ここファーナコン通り。マハナコン通り。ファーナコン。ファーナコン。そう、タノンファーナコン。でしょ、うん、綺麗ね。もうこのカフェ、あ、本屋さんカフェだ、ブックカフェ。でもタイ語の本読めないよ。タイ語の本読めないね。漫画あるかな。メンクあるかな。あ、カフェあんじゃん、ほら。あ、これこれカフェが並んでるんよ。本当だ、すごい可愛い。ここと、うん、その隣もカフェでしょ。可愛い。その隣もカフェ、おしゃれ。シミヤオカフェ。それ。アサリカ。日本金ですか。あ、そうです。あ、そうです。美味しいです。美味しい。すごい。日本語上手ですね。日本語が。あ、3年くらい勉強しました。すごい。コーヒーだ。でも、うん、なんかね、新しい、コーヒーと、うん、お茶っぽい感じがする。なんかその中間、まあ、コーヒーとお茶の中間って感じ、ほんと。新しいよ。新しい。キッカチャゼリーめちゃめちゃうまいよ。私も食べたい。めっちゃうまい。氷じゃん、しかも。しかも氷。氷だったよ、今の。氷食わそうと思った。びっくりさせようと思った。新感覚だわ。でしょ？これすごくない？なんかね、夏を感じた。夏休みだから。そっか、これ夏休みだ、うん、びっくりしたね。いや、びっくりしたね。お金払わないで出てきちゃった。後払いだったからさ。後払いだったからちょっとだいぶのんびりしててさ、うん、お金を払ってないこと完全に忘れててさ。30分ぐらい長居しちゃった。あ、もっとだ、4、50分長居したから。なんか忘れててさ、なんかそのままポップンカーってさ出てったらさ、店員さんが追いかけてきてさ、お金払ってませんね。すみません。びっくりしたで、ね、危なかったね。危うく食い逃げになるところだったね。本当危なかった。3秒待ってる。
お、すごい。 SF っぽくない？うん、出来上がり綺麗な、綺麗な湯の出来上がりお、綺麗だね。おお、これってさ、うん、ワットプラキオじゃないみたいだね。似てるね。ワットプラキオじゃないの？違うよ。ワットプラキオはもっとでかいよ。え、ワットプラキオ急にすごくない？このお寺。いや、めちゃめちゃ綺麗なんだけど。いや、ワットプラキオの方が全然大きいけど、うん、めちゃめちゃ綺麗。水をすくってたよ。え、ここから？うん、どこにあんの？水なんてないよ。これが蓋で、蓋、蓋。これ蓋なの？うん、ん？開かないよ。あ、めっちゃ重い。あ、ここにお金入れて入ってる。重い、重い蓋が。やばい、やばい、やばい。あぶね。あ、なんかすごい感動した。よかったね。うん、ここのお寺すごい綺麗、ほんと。やっぱタイでさ、お寺に来るとさ、大体人がいっぱいいる、うん、そうそう、人がいっぱいいるからさ、なんか静かにゆっくり見るってさ、うん、できないんだけどさ、ここすごい人少なくて、うん、ものすごく綺麗で、今ワットプラキオとか言ったらすごい綺麗かもしれない。あ、そう、じっくり見れるね。そう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 、ね、いや、すごい。隣もすごいよ。ホステルって書いてあるよ。じゃあこの奥にさ、うん、あのファンナコンバルコニーっていうのがあって、うん、へー、ここファンナコン通りでしょ、うん、ファンナコンバルコニーっていうのがあって、そこが有名なんだよ、うん、あ、そうなの。へー、この先ちょっと見てみる。行ってみたい、うん、いやでも多分この時期だからやってないかもしれないけど。あ、ここはあれだよ、ホテルだよ。もともと小学校あったの。え、なんでそんなこと知ってんの？それをね、リノベーションしたの。で、今もあ、まだ営業してないから多分リノベーション中なんだよ。ここもカフェだ。すごい可愛かったね。袋カフェ。これすごい、上が。上すごい開いてるの。空だもん、ね、これ雨降ったらどうすんの。いや、私もそのこと。冷たいもの飲みたいね。熱くなっちゃった。超一気飲みしていい？マラケシュミントマラケシュミントだ。一気飲みしたいとこが俺頭からかけたの。わーって背中に入れたマラケシュミント。そんな熱い。ちょっと待って、残してて。清涼感がすごい。飲み気飲みすぎ、ちょっと待って。美味しい。めっちゃ涼しくなってきた、一瞬で。俺も涼しい、今ちょっと飲んだだけで。うん、これ欲しい。ね、暑い日にさ、うん、これ家でさ、入れてさ、頭からかけたらめっちゃ涼しいよね。あ、気持ちいいですか？
日本人です。そうです。おお、すごい日本語しゃべる。I used to be a traveler in Japan 2 times ago。 あー、はじめまして。はじめまして。We original just Japanese for third meal。陽気な店員さんだった ね。日本で食べたものの話をいっぱいしてくれたよ。